はい、昨日ねテレビで見たと思うんだけどさ、夜ね、中国系のさ企業がね、北海道のさ水源地買っちゃってんだよ。でこれどんどん買う動きになってて、で日本の水源地さどんどん買い尽くされちゃう可能性あるのね。で僕もほら知ってん通り奥多摩のさ水源地持ってるわけですよ。でね、これさ昔から僕ね言ってたと思うんだけど、物の価値の変化ってさどんどん要するにさ時代の流れによってねニーズが変わってくるわけだね。昔バブルの頃ってさなんで住宅がいっぱい売れたかっていうと、もうさ人口が増え続けてね、地球上にさ住めない、ね、くらいの規模で人口が増えていく。で首都圏においてはさ、ね、事務所のニーズがどんどん増えていくから、東京都内はね居住なんかで使っちゃもったいないんだということで、で居住の人たちをどんどん表に出してさ、で要するにオフィス構想をね、ぶち上げちゃったことでバブルが発生しちゃったわけじゃん。であれも価値観の違いなんだよね。でさあと15年くらい前、1998年くらいだと思うんだけど、宅建協会で講演させてもらった時にさ、僕がその時に言ったのは、これからねパソコンがさどんどん進化していくよねと。進化した時にどういう結果になるかっていうと、テレビとさパソコンのさ境目ってきっとなくなるんじゃないですかっていうことを言ってたわけで、なるとじゃあ今度紙の媒体ね、要するに新聞の折り込み広告だとかいろんなその広告媒体あるよね、あれが相当変化するよね。だから不動産業も、ね、広告媒体を使う、ね、要するに、職業だから、ね、広告媒体としてまず、ね、パソコンを考えましょうと、ね、広告媒体としては IT を、ね、導入しましょうということをやってたわけじゃん。で多分うちは、前職の会社で一番最初に多分日本で初めて導入してると思うのね。で今うちはさ、ね、起業した時からそれを意識してやってきてるから、今うちの社員ってさ、ね、パソコンを大体 1.2 台分くらい1人当たり、ね、なっていて普通に標準に使えるじゃん。でもさこれ20年前さ使えるやつっていなかったよね。っていうかもともと機械自体が買えないくらいのレベルだったでしょ。今はさ、ね、だんだん価格が下がってきて開発が進んでくる、ね、で要するにさ、容量もさどんどん増えてくる、ね、いう形になって使いやすくなってきたじゃん。で今度ね、昨日またニュースで発表されてたのは、今度あれでしょ、iPad のさ延長線上でじゃあこいつをねテレビと融合しましょうって話なんですよ。そうするとどうなるかっていうと、もうさね、今度ね11月から地デジが始まるよね。そう、地デジが始まるとどうなるかっていうと、ね、デジタル派で、ね、要するに動くか、要するにものになるから、動画が全てデジタル派になるとどうなるかっていうと、全てのものがデジタル、ね、処理が可能になってくるわけじゃん。そうするとこれらがさ今度双方向でやり取りができる形になるね。で今はテレビってのはさ地上波で、ね、流していて、流す側と受ける側が要するに供給側と要するに受動側というかねだったわけじゃん。とは違うんだよ今度は。で供給側と今度こちらがニーズが持ってるものがオンデマンドでデータをねやり取りすることができるわけで、これが今度今ちょっと商品になってるのが光だよね。いわゆる今光の道ってさソフトバンクがさ主張してる件があるでしょ。あれどういうことかっていうとね、光回線をさもっとね有効に使いなさいってことなんですよ。で今昔さインターネット使うときにアナログ回線使ってたでしょ。だちーちゃららららってファックスと同じ、ね、通信、速度でさやってたから動きが鈍かったわけじゃん。だからデジタルにね対応できなかったんですよ。これ光になるとはっきり言ってね要するに地上波と要するにケーブルとね、むしろケーブルの方が要するに大容量なね要するに、ものが動く形になるから、そうすると今度は全てこの光を通して要するに世界とつながる形になるわけだ。そうするとあれ昔さテレビってこうだったよねっていう話になるよね。で何が言いたいかっていうと、コンテンツがこれからね重要だってこと。だって今テレビはさ、主要のね要するにテレビ局が流してる番組をただ見てるだけじゃん。違うんだよ今これからね。じゃあ例えば僕たちが作ってるね YouTube だとか、動画もそうだしホームページもそうだし、全てがさねテレビで見れる状態になる。だからテレビって要するに今のパソコンの延長線になりつつあるってことなんですよ。そうなってくると今度はさ
ね、コンテンツを持ったところが勝ちなわけじゃん。でこれ前にも言った通り、今あの、ね、うちの CF 番組っていうか CF チャンネルって作ってるよね。今600番組くらいっていうかさ、600アイテムくらい作ったわけじゃん。まあこれクオリティはね、まだね、あの高くはないけれども、今度これのさ延長線でいくとね、例えば30分番組、1時間番組に収めてきた時に、今度はね、このそのデータベースがお客さんが選択して見れるってこと。だからテレビ番組は今までみたいにね、要するに何チャンネルの中から選択するっていうんじゃなくて、見たい時に見たいものが見れる状態になるってこと。今通信速度がどんどん早まってきて、 YouTube もね、今15分、最初は10分以内、それが15分以内、ね、今度はね、あの15分以上でもさデータ流せるんですよ。これね、番組作るのと一緒だよ。だから今あね、西川君のところで、まあ、あのコンテンツに対してさ、もう少しクオリティ上げようってことになっていて、で今三崎のね、件についてもそうだけど、番組形式でやってんじゃん。全然レベル違うよな。あ、今あの 4件のさ、お店の紹介を今やってるわけだ。でこの延長で今度は不動産の紹介をするわけだ。そうするとね、要するにオンデマンドでこのデータベースをお客さんが見に来るっていう形。ただここを気づかさなきゃいけないから、じゃあここの番組は何とコンテンツをセットしたらいいですかってことになると、今度は SEO 対策っていうのが必要になってくるってこと。まあ、なかなか技術的にはね、あの難しいように見えるんだけども、実は簡単なことで、今度はね、あの心理学的にどういう、要するにコンテンツ、あのどういうね、要するにキーワードでお客さんが来るかってことを研究すれば、ここの番組をね、いつも見る形にするってこと。だから今までみたいに点々バラバラに一つ一つ持ってくんじゃなくて、三浦だったら三浦のね、要するに遊び方とか住まい方とかいうのを一つにまとめたものを、要するに番組として提供すること。そうすることでいろんなお客さんがやってくるってことね。で今あのね、例えばまずこの水のね、価値ね、要するになんでさ水の価値があるかっていうと、今うちでもそうでしょ、あのオフィスの中にさね、水買って入れてるじゃん。あれなんで入れてんの、水道出てんじゃん、いっぱいね。 なんでそあのわざわざこれ入れてるかっていうと、社員の健康のために、じゃあね、あのおね、美味しい水でも入れようか、お茶でも入れようか、お客さん来た時にね、要するに、ね、まずいそのカルキの匂いよりもいいんじゃないのって言ってお金かけて入れてるわけじゃんね。これってさ、今までこういう現象ってなかったでしょ。でこれなんでそういう現象がなってきたかっていうと、大気汚染とさ、で要するに危険性なんですよ、飲み物に対する危険性。で今度は食品に対してさ危険性があるわけでしょ。で今さ、僕あの三浦に移って過ごしてんじゃん、ね、冷凍食品とかさね、一切食わないですよ。だからね、魚屋さんで魚買って食べてる、ね、朝取れたものを要するに買ってきて食べてるわけじゃん、ね、であとはファーストフード行かないじゃんね。であとね、ファミリーレストラン行かないじゃんね。だからね、ここ2年くらいでさ、すごい健康状態良くなったんだよ。だから空気ね、水とか食べ物っていうのはお金出せば買えるんだよ今はね。でもこれがだんだん買えなくなってきますよってこと。でもう一つは空気はさ買えないってことなんですよ。いくら優秀な空調設備を入れても自然の空気買えないから。だから今僕はね、向こうに移って、やっぱりね、その空気、ね、いい空気のところでいい生活をしてるわけじゃん。でこれはね、実は土地を買って建物を建てたり、ね、そこの土地建物を買えば、ね、自分が移ればさ買えることじゃんってこと。だからそう考えると、ね、だんだん物事の価値観っていうのが、ね、要するに今まではね、住まいってものの価値観だったね。で違うんですよこれから。で物が眺望で価値を求める人もいれば、ね、食べるもので価値を求める人もいれば、あとは子供の、ね、生活環境で要するに、場所を選ぶ人もいればってことで、選び方がいっぱい出てくるってこと。要するにコンテンツの数がいっぱいできてくれば、選び方がいっぱいできてくるってこと。だから我々っていうのはね、そこのところを意識して商品開発して しなきゃダメだってことね。だ今まで、ね、アパートだとかさ、テラスハウスだとかいっぱい作ってるけど、ね、この作ってる時にさ、やっぱりさ、ね、他にないものを作ってるわけじゃん。なんでかっていうと、ニーズが多様化してるから。だから多様化したニーズの中で一番ベストなものを作ってあげる。要するに100人にさ気に入ってもらうものじゃなくて、100人中、ね、10人の人が気に入ってくればいいものを作ればいいわけじゃんってこと、ね、それは強烈に気に入ってもらうものを作るってことが大事だと思うな。まあ、一応ぜひね、ね、これからね、多分地デジが始まった時から相当な動きになってくるよってこと。
で、これみんな意識して動いてるから、で、また世の中変わってくるんじゃないかなと思ってるね。そっち側に我々は最初に着手してシフトすることが大事だと思うな。まあ、ぜひそのことを考えてね、特に企画の人たちはよく検討しながらね、先々に進むってことね、やってください。お願いします。以上。